どうもこんにちは、翼です。今回は桜坂46セブンスシングルバックスライブと小林卒業コンサートについての感想をお話ししていきたいと思います。まずはバックスライブですね。1月に4公演、全4公演行われましたが、今回バックスライブとしては3回目のライブとなります。そして桜坂46としては初となるスタンディングライブでのライブとなりました。会場はトヨスピットとゼップダイバーシティの2カ所で行われました。で、私は配信もされましたトヨスピットの2日目を見てまいりました。豊洲駅からゆりかもめで1駅、新豊洲駅を降りてすぐのところにあります。近くにはチームラボの施設とかもありました。で、行われたのが真冬、そして海の近くということもあったので、入場までの待機時間を外で並ばなくてはいけないんですけれども、それはもう想像を絶する寒さでした。ライブ自体は室内だったんですけれども、単純な寒さで比べると、昨年アニラを行った ZOZO マリンスタジアム以上に寒い、かなと思いました。で、その会場の敷地自体がそれほど広さがないので、グッズに関しても会場時間までは入場口の前に展開されていて、それから入場に合わせて1回販売が中止されて、開場されて以降は会場の中でグッズ販売が再開されるという仕組みでした。で、今回いろいろ考えたんですけれど、私は入場時間に合わせていくことにしました。本当はその時にグッズをいくつか買いたかったんですけれども、入場後グッズを買うってなると、やっぱり今回指定席ではなくてもう早いもの順というところもあったので、その時に本当は生写真とかいろいろ買いたかったんですけど、そこは一旦我慢をして、その場で必要なマフラータオル、小田倉のマフラータオルを買ったんですけれども、それだけを購入をしました。会場の中に関しては、やっぱりその席を確保するっていうところが優先なになると思いますので、グッズ売り場に関しては、ずっとついていました。あと今回のライブに関しても、QR コードでこう事前に欲しいものを QR コード化できる QO 君というシステムが、採用されていたので、買い物に関してもスムーズに終わりました。で、入場自体も、整理番号順で10番ずつぐらいにこう呼ばれていくんですけれど、番号が比較的早い番号であれば、もちろん早く行って、で会場も前の方に席を狙ってっていうことを考えられたかなと思うんですけれども、私は残念ながら1700番台だったので、なのでもう一歩でも前に行って見てやろうっていう希望は捨ててですね、無理なく楽しめるように準備をしようと思いました。ロッカーに関しては会場の中と外それぞれに設置されていて、そもそもの持ってく荷物としても最小限、本当にスマホ、財布、モバイル Wi-Fi、モバイルバッテリー、エコバッグ、ペンライト2本、あと寒いんでカイロ程度に抑えて、で、ユニクロのショルダーバッグで行ったんですけれど、上着に関してはやっぱり寒いので、厚手のダウンを着ていきました。で、その外にロッカーはあるんですけれど、やっぱりその並ぶ時にないと困りますし、先に預けるにはあまりに寒すぎたので、で、またその脱いでこう持って、ライブ参加するにはちょっとこう、邪魔になってしまいますので、なのでもう中に入ってからしまおうというふうに決めてました。17時半ぐらいに開場して、私が1700番台が結局18時過ぎぐらいに入場したんですけれど、その先ほど言ったグッズ売り場もそうですし、ロッカーもトイレに関しても、空いていました。で、席に関しても、一回そのロッカーとかグッズ売り場行くために会場の中通らなくちゃいけないんですけど、その時はまだこう比較的余裕があるというかいう感じだったんですけど、ロッカーに荷物とかしまったりとかして戻ってきたら、もう結構お客さんもうぎゅうぎゅうに入っていてみたいな感じだったので、2段目っていうんですかね、こう少し段差がこう2段3段とあるんですけれど、2段目のエリアで少し左目のところから、ライブに関しては見ることにしました。顔の表情がこうめちゃくちゃ近くで見えるっていうほどは近くはなかったんですけれど、でも普段のこうアリーナ規模というかのライブで、
もう後ろの方とかこうスタンドから見るっていうのに比べれば全然近くで見ることができました。ライブの1曲目何来るかなと思ってたんですけど、村山がセンターのデッドエンドでした。曲としては1曲目にふさわしい曲だなと思いますし、あと村山に関してもやっぱり去年の新参者のライブでとても存在感を示していたので、本当にトップバッターを務めるにふさわしい存在と曲だなというふうに思いました。それから2曲目のマトノがセンターの半信半疑もめちゃくちゃ良かったんですね。個人的にはアイソレーションが好きなので、もう半信半疑ってだけでも結構好きなんですけれど、やっぱりマトノのパフォーマンスには目を引くものがありました。だからこそ、別にこのライブが選抜に影響はしていないと思うんですけれど、でも8枚目シングルにマトノが選抜メンバーに選ばれたっていうのも納得のパフォーマンスだったかなと思います。それから向井がセンターだったドローン旋回中に関しては、もう本当にまさにこういうスタンディングライブではうってつけの曲かなと思うんですけれど、ただもう本当に人と人との距離がもう近すぎて、タオル振り回すっていうのはちょっと断念をして、代わりに持っているペンライトを回しておきました。そして何より個人的に一番衝撃だったのが石森理香センターのブルームーンキスです。この日は配信もされていたので、共感していただける方も多いんじゃないかなと思うんですけれど、ブルームーンキスにはセリフ、あ、キスしちゃったと、2番のあ、こんなに好きっていうセリフがあると思うんですけれど、そこの本当にリカちゃんのセリフの破壊力がやばくなかったですかと。千秋楽に関しても配信で見たんですけれど、個人的にはこの見に行った豊洲の2日目の方がとんでもないなというふうに感じました。それこそ本家であるルンちゃんだったり、あと過去のバックスライブとかでも披露していたレナーだったりとかの、そういう本家とか、こうあざといっていうところをもう本当に超えたと言っても過言ではないんじゃないかなと思いました。本当にその場でそのセリフを、聞いた瞬間はもう本当にこうなんか漫画とかでの表現でよくあるような、こう弓矢でハートを射抜かれたみたいな、本当にそれぐらい衝撃を受けちゃって、だよくそのこのセリフ言って、でその後ファンの方からふーって歓声上げると思うんですけれど、もう自分はもうその後もずっと放心状態でしたね。あとユニット曲を披露すると思っていなかったので、制服の人形を披露したのは意外でしたね。でもそのイントロが始まった時に、前にメッセージで石森理香が制服の人形のアカペラをボイスで送ってきたことがあったので、だからやるんだったらいてほしいなと思ったんですけど、ちゃんとメンバーとして入っていたので、そこは良かったかなと思いました。あといのりちゃんが本当にこのライブ、大活躍だったと思うんですけれど、やっぱりオンマイウェイを、ソロで、しかもギターの弾き語りで、歌うっていうのはすごい良かったですし、いのりちゃんの緊張もすごい伝わってきたんですけど、でも本当に歌っているその歌声、澄んだ歌声は本当に心地よかったです。あとはその曲がそうさせるのか、それともゆいぽんの卒業が近づいていたからなのかわからないですけど、ふーちゃんが僕のジレンマを歌ったパフォーマンスに関しては、なんか本当にすごい寂しくなってしまったというか、ふーちゃんは別にまだ全然卒業とかを言っているわけではないんですけれど、やっぱりここまでも一期生が卒業してしまっている今となっては、近い将来やっぱり卒業していってしまうのかなっていうのを考えると、寂しくもあり怖くもありというところでした。それでさっき話したいのりちゃんに関しては、もちろん今回のバックスの一番メインの曲である革新的クロワッサンも良かったですし、その他多くの曲でもセンターを務めました。その中でも本編最後に披露したバンに関しては、いのりちゃんだけに限らずバックスメンバーの覚悟を感じるパフォーマンスでした。今回のバックスライブに関してはもうその8枚目のシングルの選抜が、おそらくもうそのこれを披露する前から決まってたと思うんですけれど、だから今回その残留になったメンバーも、それから選抜から7枚目の選抜から外れて、バックスとして参加するチケモンだったりとか、あとは活動復帰したエンピカとともに、
桜坂がさらに大きなグループとなるように、このバックスメンバーというのはより盛り上げていってくれるといいなと思いましたし、まあ、必ず成長してくれると本当に確信するようなライブだったかなと思います。あとはまあ MC、 ちょうどその見に行った日の MC で、書き初めで今年の目標を発表するみたいな時に、やっぱ高坂マリノ、マリノ様の脱地蔵宣言は、まあ、会場もめちゃくちゃ沸きましたし、本当に期待だなと思いましたね。一度オンラインミーグに行ったことあるんですけれど、本当に対応もいいし可愛いし、その全然そういう時は全然地蔵ではないの で、これから番組とかでも、まあ、そういう活躍っていうのが見れるといいのかなというふうに思いました。続いて小林由依の卒業コンサートについて話していきます。1月31日、2月1日の2日間で卒業コンサート、卒コンが行われました。私に関しては、まあ、以前本当に同じ場所でやったリサの卒コンに続き、今回も残念ながらチケットは当たらなかったので、2日とも配信で視聴しました。ただ、会場には2日目に行ってグッズを購入したり、あとはまあフォトバナーとか、あとはまあ抽選会とかに参加したり、いろいろと見て回ってきました。まあ、初日に行くこともできたんですけれど、まあ、初日に行ってればもしかしたらパンダさんに会えたかもしれないなと思うと、そこは少し残念でした。ライブに関しては、もう本当にこの桜坂の中でも屈指の瀬取り演出になってるんじゃないかなというふうに思いました。オーバーチュアに関しては、ユイポンのみの映像になっているんですけれど、映像のにこうエレベーターに乗るような感じで、ユイポンが、欅坂46のボタンを押して、まあ、上昇していくとともに過去の映像が流れていって、でそれから曲の後半に関しては、今度桜坂のボタンを押して、まず桜坂の活動を振り返っていくというような映像になっていました。でライブに関しても、合間合間にこうユイポンの映像が挟まれていくんですけど、まあ、それが本当に卒業に向けて少しずつ一歩ずつ歩みを進めていくというような内容になっていました。1曲目に関してはもうずっと期待していたというか予想していたジャマイカビールが来ました。やっぱりこの鉛筆家も復帰しているというタイミングで、しかも本当に最後の機会というところで、まあ、ぜひやってほしいなと思っていたところだったので、本当にめちゃくちゃ嬉しかったですし、衣装もめちゃくちゃかっこよかったですよね。黒を基調としたパンツルックの装いで3人が歌い上げていくと。そうだから、ライブで披露された回数っていうのは決して多くはなかったんですけれど、まあ、自分も1回かな生で見ることもできましたし、まあ、今回最後に見納めすることができて本当に良かったなと思います。もちろん日本が卒業した後もできればこう何かしらの形で披露されるといいなとは思うんですけれど、だからこの曲絶対やると思ってたので、まあ、だからこそ本当に現地で見たかったなと思うような一曲になっていました。それからそこに続く、まあ、ダンストラック含めた摩擦係数も本当に曲演出かっこよすぎましたし、やっぱりダブルセンターのてんちゃんとるんちゃんはもちろんのことですけど、まあ、今回から卒業したメンバーだったり、欠席しているメンバーのところに代役でメンバーが入る、しかもそれが3期生が入ることが多かったと思うんですけれど、この摩擦係数で入っていたユーズと、あと村優ちゃんといて、特にその村優ちゃんの歌、パフォーマンス、表情、全て素晴らしかったなと思います。完全にこの曲の世界の住人になっていました。そこからその続いていって、また映像が流れて、でユイポンが歩いていく前に白いドアが現れて、そこを6回ノックすると、まあ、断絶が始まっていくわけです。で断絶に関しては休養中のみーちゃんに代わってチュケモンがそのポジションに入って歌っていました。まあ、この曲も本当にやっぱ桜坂屈指でかっこいい曲だなと思いますし、かっこよさが突き抜けていて本当に好きですね。思わず真似したくなるようなこう腕の振りとかもう含めて本当に大好きな曲です。でその曲終わって、まあ、MC も挟んで、でそれからその映像で、ノックしたドアを開けると、古いテレビが置いてありますと。
1日目に関しては思ったよりも寂しくないのメイキングが流れていて、まあ、その曲につながっていくんですけれど、2日目に関してはサミダリオのメイキングが流れていて、でそこからサミダリオが始まっていきましたと。今回のライブに関しては、まあ、結果的にはおそらくファンが期待していたほどは欅坂46の曲、まあ、要素っていうのはなかったかなと思うんですけれど、まあ、でもそれはゆいぽんにとって、まあ、それぐらい心残りがないぐらい欅坂46の活動としてはやはり完結しているものであり、でそして同じくらいにやっぱりもうこの日で最後になってしまうので桜坂46のこう曲をやりたいという、いうものが現れていたんじゃないかなというライブ構成でした。だからこそ今回、厳選されて披露された欅坂の曲っていうのは、まあ、ただ純粋にこう楽しめるような、まあ、ファンもメンバーも楽しめるような2曲だったんじゃないかなと思います。初日に関してはアンコールのところで、1期生3人で風に吹かれても、披露しました。そして2日目に関しては、まあ、1日目ドローン旋回中をやったところで危なっかしい計画を、披露しました。もう本当にイントロ流れた瞬間に嬉しかったですし、久々にユイポンの煽りを聞くこともできたので、もう本当に良かったですね、この曲は本当に、まあ、ドローン旋回中と同じで、サビでタオルを振り回しながら盛り上がるライブを楽しむための楽曲になっているので、だから今後に関してもその欅の曲だからっていうもう過去に縛られることなく、あの桜坂のライブの中でも全然披露していいんじゃないかなというふうに思いますけどね、それから後で知ったことですが、まあ、この日欅坂を卒業脱退したメンバーも多く駆けつけていたということで、まあ、ユッカをはじめ、まあ、一番驚いたのはやっぱテチですね、まあ、ネルみたいなかな、あと志田、またズーミンですね、もう芸能界を引退している彼女ですけれど、本当に普段ではこう聞かないというか集まらないような名前も含めて多くのメンバーが駆けつけていたようなので、まあ、それだけやっぱりユイポンの卒業っていうのは本当に今いるメンバーにとっても過去いたメンバーにとっても何か大きな出来事なんだなっていうふうに改めて思いましたね。本当に最初にその情報を見た時にもう本当に条件反射で涙がこみ上げてきましたね。そのテチも危なっかしい計画でめちゃくちゃこうはしゃぐように盛り上がってたっていう話も見たので、本当に良かったなと思いますね。その過去がちゃんと今につながってるというか、そんな感じがしました。あとは3期生のアンセムタイムにユイポンが参加したのも非常にいい演出だなというふうに思いました。やっぱり2番の歌詞のところもうこう少しこうユイポンの卒業にというか、まあ卒業にリンクしているというか、そんなメンバーがいたと記憶を残してくれっていう歌詞があると思うんですけれど、まあ、そこが少しリンクしているような気がしました。あとは桜月で非常に印象的だったのが、旅立つユイポンとそれを見送るレナーとの対比でパフォーマンスされていたことが良かったなと思いますね。2番のラップのところ、本来であればレナーとユイポン、ミーちゃんがこう相対するところがあると思うんですけれど、そこはそのミーちゃんが出れないっていうところを、まあ、逆手に取ったというか、本当に2人でつい向かい合って歌い合うというところが非常にいい演出だったんじゃないかなというふうに思いました。それからやっぱり承認欲求スタートオーバーのところは非常に盛り上がりますね。アニラとは披露する曲順番が逆だったんですけれど、スターオーバーの時にはアニラの時と同じように3期生による煽りが前にあって始まっていくと。で特にそのスターオーバーの、まあ、センターかりんちゃんとユイポンの、ところは、まあ、ラストダンスになるわけですけれども、でそこ作でもこう抱き合うシーンについてかりんちゃんが話していたエピソードがあったと思うんですけれど、まあ、そういったこともあってか、まあ、特に2日目のところですよね。本当にその抱き合うところ1回2回そして3回と強く抱きしめているところが非常に印象的でした。そして本編のラストは隙間風よ、会場に流れる映像のところでもこう灰を持ち上げていって、そこが、その灰がサラサラと飛んでいく
それがミュージックビデオにもリンクして、そして最後会場にいるユイポにリンクしていくという演出で、でこの曲を踊っている時にこう後ろに映るあのゾノがもう本当にこう涙を流しながら、歌い踊っているというところが特に印象に残りました。でそこで本編が終わって、それからアンコール1曲目に関しては君がさよなら言えたってユイポンの、まあ、ラストの曲になってますと。これ本当にもうイントロでもうあの泣けるじゃないですか。表現が合ってるかわからないですけれど、あのコードギアスとかガンダムシードみたいなこうアニメの挿入歌になりそうな、そういうアニメの挿入歌になりそうな切なさをあの初めて聞いた時に感じていて、でミュージックビデオではこう衣装のほつれが取れていって、欅坂桜坂との決別にこうちょっとずつ向かっていくという、まあ、ストーリーになっていると思うんですけれど、まあ、この日のパフォーマンスに関してもその振り一つ一つが、まあ、卒業に向かっていくユイポンの心情を表しているようで、本当に美しくも儚いダンスになっているなというふうに思いました。でまたそのアンコールの1曲目にこの曲を持って、まあ、2日とも持ってきたと思うので、これでこの後その欅坂の曲をやるみたいな展開には、まあ、おそらくならないだろうなっていうのがなんとなくそこで感じましたね。で、あの今までの卒業生のように、まあ、ユイポの、あの昔の映像が流れて、でそしてドレス姿のユイポが登場します。白い花柄のレース地と、まあ、茶色いレザーの素材がこう合体したような、そして隙間風ように出てくるような、お花が散りばめられた本当に綺麗なドレスになっていました。で中があのパンツになっているので、あのドレスの裾をこう持ち上げながらあの移動している様子もありましたし、だ本当にあの機動性と、まあ、美しさがハイブリッドされた、あの素晴らしく完璧であの美しいドレスだなというふうに思いました。で、まあ、ユイポンによる最後のメッセージが、送られたわけですけれども、まあ、バディーズだったり、スタッフ、まあ、それからメンバーに感謝を、まあ、伝えていきますと、まあ、今まで の, あの卒業メンバーを、まあ、ここでこう涙を、込み上げてしてしまったりとかっていう場面はあったんですけれど、ユイポンに関しては本当に終始笑顔で感謝を伝えていきますと。ただ唯一家族へ感謝を述べる場面に関しては少し感極まっているような気がしました。まあ、本当に家族の皆さんも本当に学生の頃からユイポンのことを一番近くで見守ってきた存在だと思うので、本当にねお互いにこうあの募る思いっていうのはあったんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、仲の良さに関しては桜坂チャンネルでアップされてたあの年始の帰省動画からもあの垣間見えるんじゃないかなというふうに思いましたしね。あとこの日さらに衝撃だったのが、まあ休養中だったみーちゃんがステージに、上がったことですね。まあ、見た感じまだ体調は万全ではない様子でしたし、まあ、すぐに復帰っていうわけではないかなというふうに思いましたけど、まあ、ユイポンの卒業のために駆けつけましたと。本当にあの欅坂のメンバー、あの OG 含めて大集結してたんだなというふうに改めて思いますしね。で、まあ残っている1期生4人でタイムマシンでイエイを披露しました。でそれから最後の場面に関しては、コロナにかかってしまっていて、この前日まで、休養期間になってしまったマトノ、それから学業のために欠席となってしまっていた小田倉に関しても、登場してきました。特にマトノに関してはやっぱりずっともう番組当初からあのユイポのことを推しと公言していて、いましたので、だから最後にあの一緒にこうパフォーマンスをするっていう機会を失ってしまったっていうのは、まあ、本人にとってどれほど悔しかったかっていうのは想像しきれない部分があるんですけれど、でもこうして最後の場に居合わせることができたのは本当にあの良かったのかなというふうに思いますし、それから、まあ、こうして久しぶりに現存するメンバーが全員揃ったっていうのはやっぱり嬉しいサプライズでしたね。で最後の桜坂の歌の、合間のところでメンバーからユイポンへ花を渡して、いきますと。でその中でも、何人か代表でメッセージを送るんですけど、3期生はマトノ、
2期生はるんちゃん、それぞれゆいぽん氏のメンバー、そして1期生から最後のメッセージを送っていきました。まあ、このライブを通してそれって涙をするメンバーもいましたけれど、うん、やっぱり卒業するゆいぽん本人は終始笑顔で、アイドル人生最後の時間まで笑顔のまま、幕を下ろしました。改めて瀬戸里とライブの演出に関しては、やっぱり桜坂史上最高の出来だったんじゃないかなというふうに思います。ゆいぽんに関しても、まあ、自分自身欅坂46の時から、まあ、ずっと見てきた応援していたメンバーの一人でもあるので、やっぱりその場に行けなかったってことはどうしても悔やまれる思いです、まあ、でもただライブは本当に最高でした。欅坂46が今まで残してきたもの、そして桜坂46がここまで築いてきたもの、それが交錯した瞬間でしたし、ゆいぽんがまさにそういう存在だったかなというふうに思います。卒業してしまったのは本当に悲しい限りなんですけれど、でもまた個人での活動っていうのもまたたくさん見せてくれる日を楽しみにしていますし、そしてそんなゆいぽんが、まあ、自分はこのグループとしての活動をやりきった、自分が去ってももう問題はないと思わせる存在となった桜坂46メンバー含めたそのグループに関しても大いに期待をしています。これから8枚目シングルも発売されますし、ツアーも始まっていきますので、ゆいぽんの抜けた穴を感じさせない大活躍っていうものを、このグループに期待しています。今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。それではさようなら。